Grâce à Japanese Motion et à Yu-chan, Are-chan et Yuri-chan, découvrez les bons plans pour pouvoir profiter agréablement de votre séjour au Japon. Cette semaine, Yuri-chan est à fond dans la recherche d'appartements. Un vrai parcours du combattant pour les étrangers. Avec les nombreuses règles spécifiques au Japon, c'est la panique pour Yuri-chan. ゆりこちゃん何してんの？ちょっと家を見てます。へえ、しかし家？どんな家探してんの？2DK とか1LDK とかちょっと探してて、うんうん、でもなかなかね見つかんない。へえ、外国人はやっぱり大変？そう、ここに例えば、うん、外国人が相談とか。あ、本当だ。そう、たまに全然 NC とかも書いてるから。なんで？わかんない。わかんない。だからなんか、それが逆に外国人ソーダで書かないと、うんうん、もしかしてもこれは NG はもう決まってる。だいたい、え、これだいたい NG なの？うん、超大変じゃん。Notre Yuri-chan, née en Italie, semble avoir des soucis.引っ越ししたいなって思ってるけど、一人で不動屋さんに行ったら大体外人ダメってすぐ言われるから、それがなんか、なんで私は外国人生まれたのってすげえコンプレックスが始まって、うん、アレちゃんも外国人だけど大阪育ちだから、まあ、顔は確かにそうだけど、まあ、いろんなことで、まあ、私よりはちょっと生活 しやすいんじゃないかなと思います。そうだよね、まあ、お父さんお母さんがねこっちいるからね。そうそうそう。じゃあもうちょっと安いところに住みたいってこと？安いするか誰かと幸せするかって思ってます。Yu-chan est une idole japonaise qui s'exprime quelquefois un peu bizarrement. Are-chan est un mannequin d'origine russe qui s'exprime avec un fort accent de la région du Kansai. Et enfin Yuri-chan, une cosplayeuse italienne qui adore les animés.あれ、今日アレちゃん。アレちゃんね、ちょっと忘れちゃった。熱出ちゃった。あ、だからお休みです。新大久保いい人がいっぱいいるね。ねえ、人たくさんいる。やっぱ観光スポットにもなってるもんな。なあ。 Nous retrouvons nos deux amis à Shin Okubo, un quartier où habitent de nombreux étrangers d'origine asiatique. On y trouve aussiUne multitude de restaurants proposant de la cuisine de nombreux pays. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de touristes. Si autant d'étrangers vivent dans le quartier, c'est qu'il doit y avoir une bonne agence immobilière. Ah, これじゃない？外国人専門って書いてるんだよね。サポート。これ不動産屋さん？不動屋さんもやってる？なるほど。不動屋さんもある。ある。行ってみる。すいません。こんにちは。すいません、はい、家を探してるんですけども、はいはい、あ、家探しですね、はい、こちらで登場、はい。こんにちは。こんにちは。はい、お世話になります。本日の担当、リュウキキと申します。はい、中国から参りました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、日本の方ですか？日本です。今日日朝貸ししてるの方は？私、イタリア。イタリア、こんにちは。はい、もう日本語も大丈夫ですよね。大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、すごいなんか、英語が飛び交う。弊社は今15学語対応しておりまして、中国語、韓国語、英語、ベトナム語、ネパール語、いろいろ、はい、15ぐらい。イタリアは残念でした。入りますか？GTL まだ募集中なので。でもイタリアの部屋探しの方はちょっと少ないかもしれません。そうですね、なんでですか？
実はね、イタリア人はね、すぐ日本人と結婚しちゃった、うん。そうなの？イタリア人じゃないから。ああ、日本人の女性は人気があるんです。そうです。そう。ちなみに本日はどんな日朝がしていますか？うん、私は、うん、あの今一人暮らしなんですけど。一人暮らし。はい。けど、あの家賃が高すぎてもう入らないので。今いくらですか？10万です。一人で10万。そう。貯金ならないんですよね。そう。それは貯金がならなくて、うん、コスプレイヤーわかりますか？はい、ああ、なんか衣装がアニメとか衣装結構持っていらっしゃる方。そうです。じゃあクローゼットが大事ですよね。そうですね。クローゼットがすごく大きくないともう無理な感じなので、はい、あの実はね、日本人の友達と一緒に住もうかなって思ってます。はい、日本人の彼女ではないけど、日本人のご友人さんは男性ですか、女性ですか？女性で。そう。はい。仕事なさってる方ですか？そう、会社員です。会社員。多分日本人の方も一緒かもしれませんが、安定の収入証明できるもの、例えば直近の3ヶ月 の、はい、あの給料明細、はい、あるいは会社の、内定辞書、あるいは在職証明書、あるいは、まあ、会社 の、 あの雇用契約書、ここに働いてますよという証明があれば、あ、ね、それも大丈夫です。はい、分かりました、はい、ありがとうございます。探してるエリアとか駅とか、はい、事務所は表参道。お、いいところですね。そうですね。ただもちろん表参道の近くにも完全にもう物件がなくて、高い、高持ちじゃないと思う、うん、そこは高い。確かにワンキーでもそこは12万ぐらい超えます。ワンキーは12万、うん、20ハグ高いです。そこは結構高いです。人気があります。大金山、麻布十番、表参道は結構ちょっとお金持ってる外国人には人気があります。そっか、うん、大きさによるんだけど、確かにイタリアはこの値段でもちょっと大きい、もっと大きいですね。私の友達は30メートルに住んでますって言ったら、え、私のバスルームじゃんとか、私のトイレじゃんって言われちゃうから。狭い。東京は特に狭いかな、うん、探そう探そう探してください。テンション高い。謝りちゃった、はい、じゃあちょっときつい質問させていただきます、うん、はい、よっさん、毎月いくら出してくれますか？いくら出してくれますか？いくら？一人だったら5万だから、うん、2人だったらマックスは、本当マックスマックスは12万。マックスマックス。でもできれば行けたくないから。12万8000円でもダメ。そう。できれば5万でいい。12万で。でもベッドルームは2つ。2DK が 2LDK。そうです。多分な、難しいよ。それはこれチャレンジ、それしかない、そう、チャレンジです。 Hey guys, this is Kathy Park。 私は日本に住んで5年になります。最初に来た時はホームステイで、今は賃貸に住んでます。部屋はロリータ服だらけで、とってもおしゃれなんですけど、家賃はちょっとね。皆さんはどんな部屋に住んでますか？ということで、今回は日本人と外国人にどんな部屋に住んでるのかを聞いてみたいと思います。まずは Let's Ask Japanese avec Cathy Cat. Découvrez ce que pensent les Japonais. Let's Ask Japanese. 今は会社で借りてる社宅に住んでます。部屋の家賃を半分出してもらうことで3万で今過ごしてます。安い、ね、なんて安い。ワンキーなんで結構狭いです。キッチン本当すごく狭くて、これぐらいなんですけど。これがキッチンなんですか？はい。でベッド置いたら、だいたい部屋の5分の1ぐらい使っちゃうんで。あ、快適ですか？快適。うん、 100% としたら70点か80点ぐらいです。そう、蛇口がすごい短くて、部屋貸してくれた側の多分ミスだと思うんですけど、手洗うと、そう、洗面器から水が垂れちゃって、手洗うと足がびっちゃびちゃになる。マンションで 1K です。 9.6 畳です。部屋はベッドとソファーとテレビと机だけです。でも結構いろいろ入れてますね。家賃どれぐらいですか？家賃は共益費込みで74,000円。おー、安い。千葉なのでちょっと安いかもしれないです。
ああ、部屋の中にいらなかったものありますか？ソファーはいらないです。あの大きいソファーが？ソファーはちょっと広すぎて、なんか一人で座っても寂しいし、ちょっと物置になっちゃってる。どういった住まいしてますか？三重県です。ワンルームで15畳ぐらい。おお、結構大きいワンルームを2人でシェア。そう、家賃自体は5万5000ぐらいかな。安い、超羨ましい。じゃあそんなにたくさん部屋がいらなかった理由は？喧嘩した時とかさ、逃げてまうやん、違う部屋に。ああ逃げるスペースを作らないって、うんうん、現在はニューヨークのマンハッタンに住んでます。マンハッタン、はい、家賃は大体いくらなんですか？何部屋でいくらなんですか？家賃が50万円ぐらいで、でも日本より安いような。あ、50万、待って、ちょっと待ってください。何ドルですか？$4,500 です。結構な値段ですね。そうですね、1LDK か、リビング、ベッドルーム、キッチンで、いいところはタイムズスクエアから歩いて徒歩5分なところと、すごい、超楽しい。はい、観光にはすごい便利ですね。あとは家の中にプールとかサウナとか、図書館とかあったりして、遊べるところが結構マンションの中にある。その家のあれば悪いところ、治安があまり良くないところですね。これで全ての質問でした。ありがとうございます。Oh my、 マンハッタンで50万円嬉しい。私は東京で家賃は9万円だけど、やっぱり安いところがいいな。ということで今後引っ越す予定です。街から離れた安い場所がいいですよね。さて後半は同じ質問を外国人に聞いてみましょう。どんな部屋が出てくるかな。 See you later。Yuri-chan est toujours à fond dans sa recherche d'appartement. Alors, va-t-elle en trouver un qui lui plaît? イタリアでそのディポジフィとかありますか？保証金とか全く何もないですか？例えば、うん、2ヶ月か3ヶ月は先に払ってくださいとかある。それは家賃として？家賃として、そう、家賃とかで先に払うんだけど、じゃあ3ヶ月の後は払わない。Le chic in est une caution à payer d'avance, correspondant aux frais de nettoyage et d'une éventuelle remise en état du logement au moment du départ du locataire. Celui-ci peut la récupérer entièrement ou en partie. Quant au reikin, c'est un système ancien spécifique au Japon. C'est la somme d'argent donnée au propriétaire en gage de remerciement pour la location, qui n'est pas récupérable par le locataire à son départ.でさ、今12万5千円で話してるでしょ、うん、レイギ金と、レイギ金だっけ、うん、レイギ、レイギと、シキ金、うん、だったら、ちょっと25万キュリがちょっと待って、キュリ、はい、25万どうぞって言えないじゃん、ないじゃん。レイギない方がいい。やっぱりない方がいい。なんか1ヶ月が結構、はい、難しいんだけど、2人でなんとなくもしかしてできる。でも2つがあるともう無理みたいな感じ。なるほど。礼金なしはちょっと、そう、あんまりないと思うけど、1個か1個がない方がいいです。もし礼金なくて 2LDK であれば、ちょっと遠いところしかないんです。ただ新宿から電車で30分とか。はい、どこですか？こちらは今年の、うん、これ見えない、何のなりなります、なります、駅、もう池袋から1駅です。池袋の月です。山の手さんで一番安いの、あ、見た、これ見た、うん、これは日暮里だよね。あ、駒込、あ、駒込か、はい、3分。結構有名な公園があります。六義園ですよね。一戸建てすごい綺麗、内装下の写真こちらキープしてますので。いや、立ち具は安いよね。安い、うん、あんまり技は聞いてない、立ち具の方。これちょっと大変だからやめたら、え、
原宿は結構私今まで一番やりづらいお客様になってます。失礼。ツッコミも痛いところ来るからね。日本の文化もよくご存知なので。もう6年目ここに住んでて、もう 5名の引っ越しなので、もう、あ、これは阿佐ヶ谷ですけど、東方5分、129,000円、なかなかいい物件と思いますよ。1995年、礼金もなし、資金もなし。おお、うん、で、こういう2つ洋室ですね。別々のドアで、なかなか悪くないね、これは、うん、悪くないってか、いいよ、うん、すごく。え、これ中見よう。え、中見たい。え、見ることできますか。あ、じゃあ管理会社にすぐ確認いたします。え、あと、ちょっと撮影ができますか、はい、あ、一緒に確認させていただきます。ありがとうございます。Welcome back! 日本で部屋を借りることは家賃と広さの戦いです。いつも悩みます。でも海外ではどんな部屋を借りることができるのでしょうか。それでは実際アスクしてみましょう。 Let's ask foreigners! Et maintenant, place à l'interview des étrangers. Let's ask foreigners! What is your living situation looking like? I live with a roommate in an apartment, like a two-story house, with, and a cat, in Oakland, outside of San Francisco. A little bit outside, is that the reason because inside it's too expensive, or? No, Oakland's cooler. Okay. How much is that in dollars? $1,200 per person. We are actually roommates. Yeah. One bathroom, kitchen, and living room together. Open space. It's $1,600 together. So with bills, it's around $980 each. £980? Yeah. The windows are like a disaster because they make them out of wood, and it rains so much that the roof just got rotten. And it's really, really annoying. And they don't understand that they have to do them with other materials. And it's annoying. Oh no, yeah, mold in British houses, I had the same problem. It's a shared apartment. At the moment, I don't have a tenant, but they might bring someone anytime soon. So basically, I have a room in a two-room apartment. Right, and you're trying to look for someone for a roommate right now. I'm praying that no one comes. Why? Student apartment. Yeah, so basically, getting your own apartment is too expensive, and people tend to, especially students, tend to get their own room. Forever. So you're trying to share. How much are you paying for your part of the, like, your room? About 400 euros. 400 euros? That's not so bad. What's the worst thing about your flat? It's cold during winters, and winters are very cold in Finland. But because it's so cheap, they don't really give any good heating. It's just like in Japan, they don't have central heating. But here they do have central heating, they just don't use it. But it's rented through the department, like the government, because we're teachers. Teachers in Australia get their apartment sponsored by the government? Explain it to me. If you are in a rural area, then you can get accommodation through the government for like a subsidized price. A two-bedroom, one-bathroom house, essentially. Tell me how much you're paying per month. $880. What is good about your current house and what is bad about your current house? I can answer what is bad first. Ants. There are ants everywhere. Oh, no! What's the worst place you found the ants in so far? My oven. What? How did they find their way there? I don't know. What's good? Well, there's a lot of space for one person, really, and there's a nice little outside area. And you have birds come in every morning, so that's quite nice, yeah. No, thank you so much. That's actually everything already. なるほど、I see. 海外では学生じゃなくても部屋をシェアすることが多いようですね。あと面白かったのは、オーストラリアの先生の部屋、国から家のスポットが出るなんて羨ましい。私もイギリスに住んでた頃シェアしてましたよ。結構普通のことですよ。皆さんもシェアしたい人いますか？さて次回もインテレスティングなクエスチョンをアスクしちゃいます。 See you soon。お待たせしました。はい、ちょっと残念ながらちょっと撮影はちょっと難しいなんですけど、でも家は見ること本日全然可能です。2つとも。そうなんですか。はい、もう本当に阿佐ヶ谷であればこの賃料でこのぐらいの大きさで、しかし築年数まだ浅いので、ちょっと本日見るべきだなと思います。あの一押しですね。撮影はできないけど家でいいですか。カニカジ休暇をもらえなかったです。見てきて、見てくるだけでいいってことですか。でもゆりちゃん見たいし、見る？見たい、これ。まあ本当に自分の家を探すであれば、もうこのぐらいの、はい、家賃であれば、はい。
direction Asagaya, un quartier situé à 5 arrêts de train de Shinjuku, pour visiter un appartement. ちょっと撮ります。あ、いいじゃん、こんな感じ。カラオケある。カラオケ、カラオケ歌える。歌える、歌える。イタリアカラオケあります。あ、ないですね。ないんだ。カラオケないよ、イタリアは。ここから歩いて、あと4分で到着できますって。めっちゃ近いじゃん。ワクワクするね。 どうする？本当にここがいいってなったらそこ。待って、これ今のところがすごくいい感じだった。ね。物件はこちらになります。ちょっと撮影は難しいのでここまででお願いいたします。行ってきます。行ってきます。あれすごいいいじゃん。え、かわいい、ここ。あ、気に入ってる？基準としては2DK。でも広い。これどう収納？ ピシロがすごく広くて、私は今持ってるよりも大きいですよ。どっちかっていうと高い。すっごく天井が高いですね。天井高い。あ、ここいい。開放感がすごい。クローゼットこれ。クローゼットこれ。これすごいです。これは嬉しい。ね、なんか感動しちゃう。え、しかしゆりちゃんどうだった？いや、もう素晴らしかったです。私<笑>、ね、私的には。 すごくもう好きな物件ですね。だってちょっとテンション上がってたじゃん。そうだね。<笑>好きじゃなかったらすぐ分かる。<笑>めっちゃ動画撮って送ってたね、友達に。そうですね。うん、だから私的にはもうすぐこれにしたい。<笑>マジで？<笑>入居する時は弊社全部そのゴミ出しのルールを説明させていただきますので、契約書の説明とか住設の説明、ゴミ出しの説明、大体2時間ぐらいかかって説明してます。そんなに？ やっぱり海外のゴミ捨て文化と日本の全然違うってこと？違う、必ず。そうなんや。ここはまあちょっと、まあいい意味でちょっと厳しいですね。やっぱり例えば1週間の中で何日が捨てるとか。Et voici ce que nos amis ont appris aujourd'hui. Pour la recherche de votre logement au Japon, faites appel à un pro et faites-vous-en un ami. La prochaine fois, découvrez la suite des aventures de Yuri-chan, toujours à fond dans sa recherche d'appartement. Elle cherchera aussi les appareils ménagers indispensables à sa nouvelle vie.